あれ一回じゃなくてね、あの何回もね、指導隊と命令の方をね、要はだって指導隊をバカにしてるために写真を撮ってるわけですから、別に彼らもね、命令がないから攻撃できないでしょ。でも嫌な命令で話したらいいな、めんどくさいなみたいな、こっちも仕事でやってんのに、なんでそんなバカにされなきゃいけないんだみたいな、反乱者、こいつが反乱者、反乱者のくせに。ただ、それが高野県の自由だよね。まあ、普通にあの、意味合い的には今まで言わざるに考えるじゃない。拷問を、やめようと、ね、うん、あで、なんかこういうね、あの、まあ拷問されたその傷を、見ない、で裁判官もね、その拷問された証言もね、耳に入らない、警察も拷問したことは口にしない、だからね、あのされた方はね、そのすまない、かわいそうと言ってるからね、した方は全然ね、商法にもしない、やった人も言わない、でその治療したお医者さんもね、その本当のことは言わない。先生、これ2枚いただいてもいいですか。どうぞ、はい、ということで、そろそろ行きましょう。はい、ポイズ、はい、パーカーは、ごめん、ごめん、ごめん、先生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 、丸くんは本当に丸には。先生、先生、もう悪いです。